センちゃんも言っとったね、他の選手と喋るなっていう、他のチームの人と喋るなっていう。一期制限の時の一番最初 のルールですよ。だから他球団と喋ったら50万とか言ってたじゃないですか、罰金。異様な雰囲気だったんですよ。まさかで、落ち合い本当に行くのっていう、マレーに成り立てで、それが23日、24だったかな。もうこれ言っちゃっていいのか分かりませんけど、最後楽天の、ね、監督辞めた後に巨人からやっぱりオファーあったみたいですね。石で窓ガラスが割れちゃうわ。タイヤパンクされるわ。広島市民球場いろいろあるんですね。僕のさっきの言ったのもそうだし、あの川俣さんね、この番組の中でご紹介した、ね、川俣さんと翔太選手、あ、ね、はいはいはい、あのセカンドルイジョーでちょっとぶつかったとかね、はいはい、それもありましたけど、うん、いやそれはやっぱりね、広島がそれ優勝争った時だもんで、うん、まあ、そのぐらい興奮しとったってことです。なるほどね、うん、考えたら今あんまり早川さん乱闘なんてほとんども見なくなりましたね。そうです ねやっぱり社会がそういうもう皆無でしょう ね今はことなんですかね。今はもう、ね、そういう教育になってますからね。そういうことです ね、 なるほどね。それと自主トレをよその選手とやりすぎだと思います。ああそうか。あ、それはセンちゃんも言っとったね。あ、他の選手と喋るなっていう、他 のチームの人と喋るなっていう、それはありましたね。ヒットで一塁に出たら一塁の選手とね、向こうの選手と話したりとか、うん、一期制限の時の一番最初 のルールですよ。ルール、ああそうかそうか。だから他球団と喋ったら50万とか言ってたじゃないですか、罰金。ああ言っとったね、罰金が。はい、他球団話しただけで、はい、だからみんなこうやって挨拶に来るわけですよ。そしたら反対の方見て、来るなく取る人は違うなって僕ら言いましたなるほど。まあでもそれもおそらく本人も情が湧くタイプなんで、仲良くなってしまうといけないじゃないですか。あ、だからその裏返しですよね。それ伺ったことあります。山本浩二さんとしょっちゅう後輩連れて一緒に広島で飲んだりとかいう時に、いつも山本浩二さんには打たれてばっかりいたという、なんか、あ、それはそういう苦い経験からあるんですよね。あ、それは私一緒に食事したところ何回か見てますよ、うん、ある焼肉屋さんの、はいはいはい、そこへ、うん、山本浩二さんがここがうまいからと言って、じゃあ俺も暇だったら行くわなって言って、よくそこで野球の話してましたね、うんうん、私も時たまついてきました。あ、なるほど、はい、そういう経験からやっぱり自分が監督になった時はそういうのはもう一切なし、うん、なるほどなるほど。衝撃的でしたね、監督39歳です。39歳ですね。青年監督ですもんね、はい、でその時に第一声が覚悟しとけよと、うん、もう名言になっておりますけれども、木松さんは総合コーチとして内閣に入られました、はいはい、コーチ会議なんかでなんか監督さんがおっしゃったようなこと、思い出に残るような言葉ありますか。いや、あんまり言わないですね。私と島谷と、まあ、2人でバッティングの方見といてくれなって言って、そんだけのことですわ。あ、木松さんに対しては、はい、調子いいかって、あ、ちょっと悪いですねって、そうか、そんだけのことで外されるだけですわ。ピンチヒッターを出すときには僕に聞きました、うん、おい次ピンチヒッター誰がいいって言って、こいつがいいですよって、あ、そうか、でそれスッと行くだけです、うん、だからせいちゃんに、あ、まあ、こういうもう一枚取っておきますからこれで行きましょうって言ったら、ああそうか、そんなことで、ほんまに詳しいこと言わないです、うんうん、監督一次政権の時、早川さんっていうのはどういう立場でいらっしゃいました。監督付き広報兼ピッチングコーチ補佐だったんです。なるほど。一番大変ですよね。そうですね。もう忘れもしない串間での報道陣の多さ、はい、すごかったですもんね。その前の浜松キャンプです、秋の監督就任即、そうだね、そうです、浜松ね、あ、浜松でしたっけ、はい、そうかそうか、あ、その時ですよ、覚悟しとけよって言ったのは。そうです、そうです。その言葉もすごい重いんですけど、僕もう一つすごいのは、矢沢さんは一つ下になるんですか。そうです、ね、学年で一つ下です、はい、その矢沢さんに対して
監督矢沢だったら矢沢使うかみたいなことをおっしゃったんですよね。前年度引退ですもんね。それすごいですよね。すごいですよね。でもなんか俯瞰で物事見てて、相手に気づきをさせる発言の方が多いかもしれない。なるほど。どやし上げてることは、選手にはこういうこと気づけよって、コーチにはこんなこともやってほしいよっていうのを含めてガーッと言うという、そういう手法だったと思いますね。トレードの時もそうですけど、人間星野ならできなかった、でも監督としては非常にならざるを得なかったみたいなところ、あの言葉一つにも表れているような気がしますけどね。思いますね。で、僕はその時は一軍のチーフマネージャーをやれということで、戻られた時のマネージャーの仕事だったんですね、はい、でも入られる前に前年度トレードですもんね。あの大きな、あ、牛島もね、はい、大きな仕事がもうまずやってから入って覚悟しておけようですからね。あ、そっかそっか、そのトレードも大変でしたね。あの牛島さんへの説得もあったし、いや、もうまあ世紀の大トレードですね。大トレードです。びっくりしましたね、はい、間違いないんですね。あの落合さんが、巨人が取りそうだと、はい、でも待てよと、巨人取られてたまるかというところで動いたっていうのは本当なんですね。本当ですね。ですね。で、そこまでのいきさつは多分早川さんの方がひっついててよく知ってるはずです、うん、どういう流れになったかはね。早川さん、ちょっと詳しく教えていただけますか、その辺りのこと。今おっしゃったようなことですよ、うん、ジャイアンツに行ったらもうそれだけ戦力がもっと差が開くみたいな、どうせならうちは取らないかみたいな。人事っていうかトレードもそうですけども、外に漏れたらもうこういう話はなしになるっていうのが、それを抑えるのが大変でしたよね当時。特にね、早川とかね、感づいてくるじゃないですか、いろんな、それと違うような質問も来るし。かなり前から星野さん画策もされてたんですか、それは。一番最初は1億いかない、あの出せない、出せるみたいな、うん、そこからですよ。なるほど、はい、だから落合、ロッテの動き、落合の動き、それから巨人の動きも、もうなんか全部把握してたようですね。そう、アンテナすごかったですね。すごかったと思います。確かにね、それは海外の選手取るときもそうですよね。そうです。もう本当に数限りないそういう人がいっぱいいたと思います。情報を提供してくれる人がね。でそういうとこから情報を仕入れて、はい、そしていち早く対策を練るという、はい、いうことですね。当時は王さんだったですかね、うん、で僕らはもうその異様な雰囲気だったんですよ。まさか、で落合本当に行くのっていう、うん、マネージャー成り立てで、うん、それが23日24だったかな、クリスマスの日か、そのああそこら辺ですね。で社にこうずっと入ってると雰囲気が違うんですよ。でパッと中山社長と目が合った時に来いって言うからって言ったら、名前が出て今から連絡取ってくれ、僕はそこでやるんですかって言ってもらって、あ、スタートだと。そこから動きましたけどね。ですいません、社長室を使わせてくださいって言って一旦出て、しばらくして社長室に行って、そこから電話しまくって選手を捕まえなきゃいけないというのは、ね、ああすごいことやったんだなという、もうその前段はね僕ら全く分かんなくて、僕も大変だったんです。あれ、あの時サンデードラゴンズの特番で、はい、お正月特番を、あ、それは24日よりも前かなぐらいにやって、そうか、もう作ってますもんね。田淵さんも呼んで、で星野監督呼んで、で立派なセット作ってお正月特番やりました。さあ取り終えて、星野監督が大トレードをやるんだと、うん、ほんじゃこの前撮った特番というのは正月特番、落合選手が来る来ない、牛島さんがいるいない、全くチームが変わるわけで、はいはいはい、もうこんなものオンエアできない、で撮り直しということ で改めて田淵さんも呼んで、でセットがだいぶ貧相になりましたけども大変なことだったんですけど、今でも覚えてます。あのスーパー山中かな、当時あの監督の近くの大きな駐車場があって、そこに報道陣がみんな集められて、ずっと内島さんとそれから星野監督が星野監督のお家で話し合ってるというのは、ずっと結果どうなるのかというのを僕ら待ってたんですけど、ね、あ、そうですね、もう予定があるからね、全部差し替えになっちゃいますね。そうなんで、僕らも
あの時はね、我々にでも報道陣の方みんなついてきてたんですよ。あ、はいはい、もう何でもいいから情報を知りたい、何かがないかという、はいはいはい、で僕らもハーガハントで出ましたよね、うん、で国際ホテルに行って、うん、ちょうどクリスマスパーティーだったんですね、はいはいはい、ディナーショーかなんかの、うん、でそこでわーっとみんな話をしながらみんなそこ引きつけて、僕ら中に入って行って、どんなやってるんだろうと言って中に入って行って、そこから厨房へ抜けて、厨房から地下へ降りて、うん、地下鉄で移動しましたからね。ああそうですか。そういう経験今思い出しました。そういえば、ああそれは報道陣を振り払うために、はい、権藤さんも、まあ、僕なんか野球でこういうことを仕事をさせてもらったのは権藤さんだとか星野さんの影響大きいんですけど、はい、権藤さんもわしはあのセンチャーみたいなことはできんと、体が持たんって言ってましたね。あ、神経が細やかでありとあらゆるところに気を配ってますから、はいはいはい、もうこれ言っちゃっていいのか分かりませんけど、あの最後楽天の、ね、監督辞めた後に巨人からやっぱりオファーあったみたいですね楽天に行く前じゃないですか。前もあったんですか。あのオリンピックが終わって、あ、その時ですか。そうですそうです、まあ、メダルをとにかく取ってれば世の中変わったでしょうねというぐらいその時ですか。そうですそうです、その時です。星野さんが亡くなられる3週間前、あのマスコミ最後に登場されたのが僕のラジオの番組に、そうですね、出ていただいた時なんですけど、はい、控室の方でちょっとお話しさせていただいた時に巨人のお話が出まして、すっごい数字が出てきたんだというお話を実は伺った。それがその北京オリンピックの時ですか。それ終わってからですよ。その結果が出た時ですね。あ、そうだったんですか僕は楽天の監督を終えられた後かと思ったんですけど。あ、そうだから楽天の監督終わった時にも自分の体知ってたじゃないですか。あ、なるほど。だからもう監督云々はっていう。あ、なるほど。でもいや本当にすっごい数字だったらしいですね、はい、なんか、はい、はい、そんな風に伺いましたけど、なんか僕イメージとしては絶対巨人だけはどれだけ積まれてもいかないというような気もするんですけど、どうですか。いや、分かんなかった、ね、分かんないですかそれは分かんないです。そうですか、なるほど。でも行かなくてよかったとは言ってました。あ、本当ですか。